総足払いのイラスト総足払いは、柔道の投げ技の足技の一つ。行動間、国際柔道連盟における、正式名称。アイフにおける、別正式読みがな、送り足払い。アイフ略語オブ。足払い系の技の一種である。相手を横に引きずりながら、足を払って投げる技。組んだ状態からうまく、相手を左右に振り回すと相手の足が、 両方とも宙に浮く瞬間があり、その一瞬を捉えて送るように足を払う技である。もしくは、両足が揃った瞬間を狙うと投げやすい。左右の両方向から払うことができるため、払い方には2種類ある。動く方向に追いかける、あるいは押し込むように足を払う。動く方向からつまずかせるように足を払った場合、小外刈り、小外がかりのような形になるか、 沈り込み足になる。この技は、相手の一方の足を払っただけで容易に払い倒すことができるため熟練すれば、わずかの力でも大きな相手を倒すことができる。足を十分に返し足裏で払うとなお良い。試合でも、実力差のある選手が、総足払いで破れるケースが多く、番狂わせが起きやすい。小ち狩り返しは、小ち狩りの返し技の総足払い。 相手が右足で右足に、こう内刈りを仕掛けてきたら、右足で相手の軸足である左足を、外から払う。ありがとうございます。